今からやるのは、横から打つ、ムツェンベルの方法です。まあ、最初にまあ、それでデモンストレーションします。このような、これは横から打つ。前から、このようなですね。このような。これでなぜ、これ威力が出てる、押してるんじゃなくて、衝撃を与えてる、れるかというと、まず一つ秘密があるんですけど、まずこうやってくっついてるんですけど、全部の拳がくっついてるわけじゃないです。この二つ、最初の二つをくっつけて、このような。このような相手にこうやって言うことによって、別にここからそんなこういう強い衝撃が来ないだろうと思わせる。で、力を抜いたままです。力を抜いたままで、打つときに、こういう力、こういう腕の使い方。で、拳を抜く。で、そうすることによって、こう、この隙間があるんですね。隙間があるから、このようにこれが、より入ってくる。それに加えて、構造が、このような状態だと弱い構造。これ、まっすぐになると構造が強くなってくる。で、それで、突き刺さっていくんですけど、体の使い方、まず、まあ、横から説明しますけど、このような状態、このようになったときに、まず一瞬で、足から体全体に、手なしでやりますね。手なしでやると、足を押して、右足も回転するような、足も左にやって、右足も押して、このような回転するような感じで、要は、ゴルフとか、まあ、他のテニスとかもそうなんですけど、このヒップスピードが重要なんですね。でもこのヒップスピードが速くなる。力を入れて、このように。で、このようなヒップスピードが速くないと、まず威力を出すことはかなり難しくなってます。このような状態で、で、あとはもう手をリラックスしている状態なんですけど、このような状態でこうやってやると、腰が一瞬先に入るんですね。腰が一瞬に入って、胸にそれが力が伝わってくる。胸に力が伝わってくるから、その時に、胸に力が伝わってくるから、その時に、胸で、このように、これで、こうやってるんじゃなくて、この、胸で入れてください。胸で。肩甲骨じゃないです。胸で入れて、このように。それを、一瞬に、このように。できない理由、まず一つ挙げます。絶対できない理由が、このスピードが遅い。このスピードが遅いと、いくら正しくやってもこのぐらいなんです ここも遅くします。正しい動作でやっても押しちゃってるんです。押しちゃう部分なんです、早くこの一瞬で力が抜いてる状態で一瞬で巻き込んで、で、このように撃つことによって、相手に早く入り込むという仕方を、もう一つできない理由が、最初にこういう風になっている状態で、力が抜けてない、力が抜けてない、早く打とうとして、腕に力が入ってる、肩に力が入ってる、胸に力が入ってる、足に力が入ってる。それはできない理由です。人間の体、打つ瞬間、打つ前はもう完全な脱力ですね。このような脱力の状態から、このように体を入れて、それで、一気に、ガーンで収縮して、中に入れていく。その動きを、とにかく練習するといいですね。